皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めてみたいと思います草コイン新聞購読視聴規約。ここでね、この動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を大きな画面でね、お読みください。 とても重要なことが書かれてますので一語一句丁寧に読んでください全てね承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますどっか1か所でも承諾できない方はこの動画を見ることはできませんそれでは行ってみましょう2019年4月18日木曜日暗号資産草コイン中野研究会今日はね動画2本目になります朝はね ドレーン仮想通貨のマーケット分析を行いましたまだレンジの中ですね、ドル円はね、はいあの、特に動きはなしということなので、えー、これから4時半でですね、4時半のドイツのね経済指標があるので、えー、それでね、先月はそれですごく動いたのでね、えー、今月もね動くかもしれないですね。 あと、明日からね、あの、イースターだっけということで、アメリカとか4連休になっちゃうんだよね。金曜日と来週の月曜日休みなので、金土日月と4連休ですね。アメリカとかね。なので、金曜日と月曜日は動きが鈍いかな。動かないかなと。ドル円話ね。と言ってる時に動くんだよね。実はね。まあ、ただ、 しかというと日本の10連休のゴールデンウィークの10連休のなが結構動くかもしれないねアメリカやってるからねロンドンとかやってますからねはいそれではいきましょう今回は株と為替 FX と仮想通貨投資の違いについてねちょっとこの表でお話ししたいと思いますあちょっと待ってねこれですね はいそれでね、あのー、前回までは、まあ、独立会社クビになったりね、リストラされたり、自分で辞めたりした場合に、まあ、どうやって食べていくのかということで、まあ、まず一つは転職ですよね。ただ転職も今、人手不足、人手不足とか言,い、ま、言ってもね、給料安いんですよ。給料安いんだけど、来てくんないって感じで、いくらあったら一月25万とかね。 30万とか、ふざけんなよっ、つって。こっちは50歳なんだよ、とかね。55歳なんだよっっ、住宅ローンあるし、子供2人大学行かせないといけないんだよ、と。30万ふざけんじゃねえよ、と。食っていけねえじゃねえかよっ、つってもね。いや、じゃあ払えないよ、それ以上っ、つってね。んで、実際その会社の従業員見ると若いやつばっかりでね。給料20万そこそこしか払ってなかったりね。まあ、あの、今ひどいもんですよ。 あの中途採用だけしか雇ってないですね、新卒なんか雇える中小企業中小零細企業はないし、大企業だって雇えないですよ、新卒。新卒は4大卒で21万ぐらい払わなくちゃいけないでしょ、21万、22万ぐらい。だから払えないんですよね、大企業もね。それで中途採用で、えー、18万でいいとか、そんな感じで言ってるんですよね。で、実際、社会保険料と税金取られて14万ぐらいでしょ、手取りでね。 それでもね、まだいい方なんですよね。で、森永さんが、あの、経済コメンテーターの森永さんが、年収300万円時代っていう本をね、もう10年前以上に書かれましたけども、300万円まだいい方なんだよね。今はね、年収200万円ですからね、今ね。はい、若い人も、まあ、ひょっとしたら30歳、40歳、50歳の人もね、年収に200万円時代を生き抜いてますから、 いや、これね、あの、嘘だろっていう人いると思うんだけど、いや、本当ですよね。だから年収1000万もらってた人が、800万、700万、600万になってきたでしょで、まあ、まいには半分の500万になっちゃうと。で、500万なんか全然もう貴族ですよ。ブルジョアの世界ですよ、500万 <laughs> 夫婦で働いて1000万って感じですけどね。それが今もう若い人、まあ、だから中年、<laughs> まあ大卒でプロパーでね、採用して、どんどん給料が高くなってた人を、どんどん、まあ45歳以上でクビにして、で、もう一回採用すると。その時はもう給料半分で採用してもいいからね、いくらでもいいから。で、ダメだったらお前いらないよっつって、若い人を雇うと。で、ねえー、給料月、月給18万でいいって、で、いいっつって、普通いいなんて言わないから、だから、まあどうしようもない。 いいよって人を探すわけでいいよって人いるからそれでもでそれで18万ですよねそれで実手取りは14万ぐらいなんでまあ親元とかね、まあ、安いアパートを住んで、えー、それで車も持ってない家も買えない結婚もできないっていう結婚はできないそれは関係ないんだけど、まあ、結婚もしないっていう状態でね、えー、結構まあそういう日本の経済環境はそんな感じになっちゃってますね で、中年はどうするかってことですね。まあ、やっぱり住宅ローンの支払いとね、子供の学費があるからだけど、まあ、子供は、じゃあもう大学諦めて働いてくれっていうことでね、まあ、また大学行かないで働いてる人は多いと思います。まあ、あとは、まあ、引きこもりニートになっちゃう子供、あとは中年も多いですよね。それでですね、まあ、それで前回は、まあ、転職、 失敗してしててまってねじゃあどうするかっていうことで独立企業するかスモールビジネスで始めるかっていう話をしましたで独立企業はやっぱり非常に、あのー自己あのー、初期投資がすごい大きいのでね会社作るにしても、えー、フランチャイズであのファあのコンビニエンスストアーやるとかねラーメンやるとかしててもものすごい何千万もかかるしね、まあ、会社始めるにしてもやっぱり人を雇ったりなんかすると1000万はかかるからね でそんなあの、まあ、うまくいく確率は本当に少ないですね。あの国,税税務省国税庁の統計によると、えー、会社を作ってね、まあ、会社作ったり個人事業主のことも会社っていうんですよ税務省ではね、はい、法人登記 <laughs> してなくても個人事業主でも会社なんですよで税務署に、えー、会社設立の申請しますよね。 それでね、一年後の決算。決算しないといけないから、個人事業主でも、法人でもね。決算書提出して、納税し、納税申告書を出さないといけないから、それをね、出す企業ってのがね、6割しかいないって。はい。だから、4割は潰れてるんですよ。潰れてるか、もう途中でやめちゃったからですよね。逃げちゃったから、夜逃げしたかですね。じゃあ、2年目、あ、3年目、申告するのってね、1割しかいないって。もう、 はい、10, 10, 社に10社とか10人のうち9人、10人の社長さんのうち9人はもう3年未満に、えー、辞めてるんですよね。で、またアルバイトに戻ったり、サラリーマン生活も持ったり、夜逃げしちゃったり、まあ、してるわけですよね。でじゃあ、10年続くの合わせたら0.1%、えーセ1000人に1人ぐらいですね。非常に厳しいですね、えー。だから大きく構えると、最初に大きな資金が必要なんで。 で、まあ、毎月のランニングコストもものすごいかかるんでね、それ維持するのにはや、やっぱり相当の収入がないとダメなんで、やっぱそうすると、やっぱり10年ぐらいかかってからじゃダメなんでね、やっぱり最初はスモールスタートがいいと思いますね。なので、えー、セドリー、セドリとかね、ネット通販とか、まあ今流行ってるのはブロガー、ブログですね。まあブログもですね、ブロガーつって、あの、 うん何人かいますけどね。その一月一千万稼いだり、年収一億五千万稼いだりするブロガーでいますよね。池田隼人さんとかね、池早とか、鈴さんとかいろいろいますよね。あと YouTuber、ヒカキンとかは年収毎月1億円稼いでるんじゃないですかね。だから年間で12億円稼いでたり、ヒカキンはじめ社長、木下ゆ,ゆうかちゃんとかね。 まあ、いっぱいいますよね。たいまあ、私も YouTuber の端くれですけれどもあ、チャンネル登録者1万人いくとね、だいたい年間で100万円もらいますよ。うん。YouTube の、YouTube、Google?YouTube から、えー、広告料ということでね、えー、年間100万、一月8万円もらいます。だから、チャンネル登録者を増やすことにあの、YouTuber っていうのは専念してんだよね。 チャンネル登録者増やすと、自然的に視聴回数も増えるんでね。まあ実際問題は視聴回数によってですね、あの、広告料って支払われるわけだけども、それ比例してるんですよ。だからだいたいチャンネル登録者1万人で100万円もらえるから、年間でね。えー、だから10万人になれば1000万ですね、年間ね。だから5万人だったら500万か。だからね、みんな一生懸命やってるわけですね、YouTube ね。 で、ただ、ブログに関してもそうですし、YouTube に関してもそうなんですけど、成功する人っていうのは本当一握りなんですよ。うん。多分は、僕が想像するに、10人に1人もいないと思うんですね。10%も、ね、いないような感じ。うん。しかも、まあ、ブログで、えー、ブログもね、やっぱり、 10人に1人もいないかな、20人に1人5%ぐらいなんじゃないですかね、ブログで食べていけてるっていう人。ただまあ、あの、まあ、広告貼ったりね、Google アドセンスで広告貼ったり、アフィリエイトですよね、ah.net とかでアフィリエイトリンクで、えー、成功報酬型のですね、お金をもらったり、あと企業案件もらったりなんかすると、YouTube と一緒ですけどね。 それでね、えー、やっぱりね、あの、ひと300万、400万、500万、まあ、トップ、トップレベルだと一月一千1000万、あと、たまに情報商材自分で作ってね、やると、まあ、3000万、月千万ぐらいの利益をやってるという人も結構いるみたいですね。あとは、まあ、自分の、まあ、ファンクラブということでオンラインサロンを作ったり、まあ、僕でしたら、 えー、草子院新聞購読者ということでね、有料会員制度をやってますけどね、まあ、こ, <laughs> これがまた安定するんですよね、直接お金入ってきますし、えー、毎月ね、あのー、なんていうかな、会費制ですからね、月会費制なのでね、あのー、安定したですね、まあ、ブログ活動、YouTube 活動ができるということで、 その分ですね、あのそれ以上の、えー、コンテンツを提供してですね、あのー、皆さんが、えー、FX ね、儲,け儲かれるようにですね、まあ、私も頑張ってるんですけどね。で今回ですね、株とか為替 FX 仮想通貨の違いなんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、あのーまあ、会社辞められてですね、まあ、リストラ、まあ、辞められてとか辞めさせられて、 転職活動も、まあ、うまくいいかないと、まあ、今会社日本景気悪いですからね、世界的に悪いので景気が。人で足んない人だって安い労働者がいないだけであって、今までと同じ給料を出せばあの働きたいというや人なんか山ほどいますから、中年の,です、ね、あのニート、えー、引きこもりが65万人もいますからね、35歳以上の引きこもりが。 65万人もいますから、それなんで働かないかって言ったら、まあ、うつ病になっちゃった人も多いと思うんだけどね。えー、それ相応の見合う給料もらえないからですよ。私仕事探してるわけですよね。<laughs> それで、じゃあブロ,ガーブログやればとかね、YouTube やればって話なんだけど、まあ多分試したと思うんだよね。試しあと、セドリーとかね。あとは、 インターネットなんかいろいろやったり、自分で個人教室やったりね、いろいろ試したと思うんですけど、やっぱりね、うまくいかないんですよね。まあ、下手すりゃ100人に1人、YouTuber も100人に1人もいないかもしれないね。中年ユ、えーチューバーで毎日やってうまくいってる人なんかほとんどいないもんね。まあ、サトチューンさんとか、まあ、ほ当と、ほんにいないですよね。 あとは、ブロガーも、やっぱあんまりね、聞かないですかね。かうまくいってる人だけはうまくいくんですよね。それは、ブロガーだったら言葉の使い方がうまかったり、あとは忍耐ですね。最初の1年は全く1円も儲かんない人も多いみたいですね。YouTube もそうですよね。私も4年目ぐらいですか。<laughs> 去年がブレイクしたのが4年目ですからね。で、今年5年目ですから。じゃあ最初の1、2、3年何してたのって言ったら、 もう全く1円も入ってこなかったですよ。はい、YouTube から広告料一1円も入ってこなかったです。今はね、毎月何万か入ってきてますからすごいなと思いますし、えー、広告料以上にですね、あのまあ、アフィリエイトが少し入ってきて、アフィリエイトはね、えー、仮想通貨の口座解説やってる時は結構何十万も毎月入ってきましたね。今はもうやってないですけどね、XM のアフィリエイト始めた感じですね、今は。あとは、 ファンクラブ、ファンの人たちがね毎月会費払ってくれてるので、えー、すごくねあのー、頑張れてます。で、やっぱりね、あのー、特に今、まあ、富士通とかね NEC とか大手製薬メーカーを首に、まあ、早期退職とかねリストラされた人っていうのは、えー、やっぱり頭いい人い,いっぱいいると思うんですよ。僕も明治大学ですけど。 明治大学の三菱電機三菱商事組ですが、まあ、明治以上ね、早稲田慶応、東大、一橋、えー、京大、浜、まあ、半大とは、神戸大とかね、北大、えー、さ北海北、えー、北大北海道大学、九大とかね、えー、あと東工大とかね、まあ、出た人いっぱいいると思うんですよね。それで大手 えー、大企業入ってリストラあったとかね、あとは、まあ、上級地方公務員、あとはあの国家公務員一種、それで辞、まあ、めたら終えなくて辞めちゃったっていう人にいっぱいあると思うんですよ。で、そういう当たいない人っていうのは、なかなか異業種とかね、中小企業に就職ってなかなか難しいですよ。待遇悪いし、むちゃくちゃですから、その会社ね。 うん、なんか入りたくないなと <coughs>。じゃあ独立するかって言ったって、ラーメン屋やりたいわけでもないしね、コンビニもやりたいわけでもないと。うん、やっぱり昔のようにね、やっぱり看板背負ってですね、高級取りになりたいなっていうのはどこかにあると思うんですよ。プライドがあるからね。で僕もやっぱり、まあ、明治大学は大した大学じゃなかったですけど、まあ一応、G マーチの中ではね、もうトップですからね。 明治,あの明治大学は日本の大学の中で一番の人気大学ですし、今は偏差値も非常に高いですからね、偏差値68とかいうところもあるからね、学部によっては、学部、学科によってはね。まあ明治大学、医学部がないんでね、まあ、簡単って言えば簡単なんですけど、まあ、早稲田もないよね、医学部ね。まあそれはいいとして、 特にね、頭いい人で、エリートでっていう人は高級取りだったんでね、年収1000万以上もらってたでしょ、1500万とか、1200万とか。で、それで、えー、お客さんにペガボコ、お客とかね、あのーまあ、会社とか上司とか社長にペガボコしたくないと。いう人多いし、僕もそうだったから、だから独立したりね、するとね、お客さんに頭下げられないんですよね。だからね、うまくいかないです、何やっても。うん。 YouTube やってもうまくいかないし、ブログやってもうまくいかないんですよ。その頭でっかちな、えー、気質がね、出ちゃうんですよね。言葉とか、顔に出ちゃうんですよ。だからうまくいかないし、スモールビジネスやってもなかなかうまくいかないですね。僕はそうでしたから、29歳で、まだね、若くて柔軟なんだけど、頭,頭でっかちでしたね、もうねあの。元三菱電機で、天下の三菱なんですけど、何かって感じだったからね。 いや、今やもう、ただのお,やじおじさん、お兄さんでしょうと。29歳のね。三菱関係ないじゃん、辞めたのに。って言ってんのに。いや、あの、あ、僕三菱いましたが、って言っちゃうんだよね。人に会うとね。はい、どうしたもんでしょうか、として。俺、ね、ちょっと、もって嫌がられちゃうんですよね。まあ、それいいとして。それでね、やっぱりね、もうちっちゃくてね、1円2円、まあ、アフェリエイトでね、10円20円とかもらうってね、あの、 あの小じきのように生活するね。それ、あ、あの、小じき、<laughs> いわゆる小じきって言われてるんだけど、インターネットの世界ではね。あとは、あの、アフィカスって言われてるんだよね。まあ、カスのような人間だと。で、パチンコ、パチするで食べてる人をね、パチンカスとかね、言うんだよね。<laughs> パチンコで、パチプロですよね。パチンコで食ってる人間をパチンカスとかね。 アフィリエイトで食べてる人間をね、アフィカスって言うんですよね。アフィカスって言うんですよ。うん、もちろん <laughs>、まあ、ブログで食べてる人はブ,ブ,ロブロガーカスっていうのかな。言うんですけれども、かといってね、その、<coughs> えアフィリエイトでやっぱり一月500万、1000万稼いでる人いますから、僕もね、あの、去年の2月1月、2月ぐらいかな。 ちょうどまあコインチェックが事件が発生する前ですね、1月か。アフィリエイトすごかったですね。日本のですね、ビット、100万近く行ってましたね、一月ね。うん、アフィリエイトね。はい、それ意図して、やっぱりね、家でできると。で、あとは副業。 今、会社行ってて、給料どんどん安くなってね、この会社いつ潰れるかわかんねいし、いつリストラさ,されるかわかんねえと。で、副業 OK だよって言ってる会社っていうのは危ないから、えー、今からね、なんか会社帰ってきてから家でできること、まあ、1日2、3時間勉強したり、なんか行動してなんかできること、そして外でアルバイトなんかできないので、ね、アルバイトっていうのは時間売りなので、いくら経験積んでもね、 スキルがアップできないんですよ、まあ。アルバイト、パート、パートアルバイトは、まあ、スキルアップができるような仕事をや,やらせてくれないですからね。そしたら、やっぱり自分でブログやるか、YouTube やるか、ですね。ブログでアフィリエイト、広告、うん、ですね。あとは自分でオンラインサロン作ったりするか、あとは YouTube やるかですね。で、やっぱり僕が今進めてるのは、FX なんですよ。 で、FX っていうと株とか仮想通貨もあるでしょで、あとはオプションとかね、先物なんかあるんだけども、あの、危険だから、先物とかオプションとか危険だから、ここでは株と為替と仮想通貨ね、違いです。でね、仮想通貨は去年1年間がっちりですね、毎日、えー、チャートを見てですね、YouTube でみんなと一緒にね、毎晩毎晩 YouTube ライブをやってですね、 まあ100毎晩100人、200人、まあ、多い時、多い時で300人ぐらい、YouTube ライブでずっとみんなと意見交わしてきたんだけども、難しいね、仮想通貨は。まあ、ビットコイン、インサリエ、ワム、リップルなどのメジャー通貨、しっかり草コイン、っかりですね。なかなか上がってこないですね、一旦下がったものはね。株も一緒なんですけど、今上がってますけど、下がりますよ。下げ,下げるための上げですね、今ね。 世界景気非常に悪くなってますからね、中国とかヨーロッパを含めてね、今日の、えー、4時半からの発表のですね、ドイツの経済指標がどれだけ悪いかですね、まあ、それでドルがまた下がると思いますね。今はドル、ドル円はレンジの中にいるんで、まあ、下がったかな、今、1ドル111円89銭ですけど、十九銭ですけれども、 これ、連中の中ですからね。普通だったら上がっていくだけです。これ、下がったと思っちゃいけません。でね、あのー、これやった方がいいですよ。本当に。で、株とか為替とかっていうのはね、あのー、真っ当な仕事ですからね。証券会社とか、銀行とかヘッジファンド、投資銀行ですね。ゴールドバンサックスとか、メロリーリンチとかね。 あのちゃんと真っ当な仕事、金融の仕事としてやってますから、エリート集団がね、頭いい人たち、あのハーバード出たりね、マサチューセッツ工科大学出たり、金融工学、どっか経済物理学とかね、出た人たちがやってますから、だから、まあ、東大、京大、一つ橋、<laughs> 早稲田慶応明治とかね、出た人、<laughs> まあ他にもいっぱいありますよ、出た人は、株とか為替やった方がいいです。で、人なんか使わなくていいですから、はい、クリック1個でね、 あの、自分一人で1億、10億、100億って動かせますから、あの、億万長者なんかすぐ慣れますからね。はい。ただ、あの、訓練が必要なんでね。最初はデモ講座でやった方がいいですよ。で、仮想通貨はね、えー、まあ、去年、<laughs> 有名になりましたけれども、それまで誰もね、投資した時なかったと思います。マウントゴックスでね。マウントゴックス事件が2014年にあって、ビットコインがね、漏洩してしまって、 えー、大多数の人が損害を受けたんですけどね、えー、また去年有名になったんですよねでまただから3年か4年単位で有名になるんですよだから今度は2022年ぐらいじゃないですかねでそれまではちょっとまあ刑務所投資法っていうか預けた金はほっとけほっとけばですね2022年ぐらいには1ビットコイン500万ぐらい800万ぐらいになってると思うんでね あ,あ,のあの時あの、ほったらかしにしときゃよかったと思う時が来ると思います。ただ時間が長いし、仮想通貨いつ上がってくるか分かんないし、経済指標とかないからね、な何が何とかよく分かんない何。何が金でね、上がっていくのかよく分かんないんですよ。だから毎月食っていけるのかと、仮想通貨投資でね、食っていけないし、で今年いくら儲かんだっていう、あの目安が出ないんですよね。全く出ないです。で株もね、難しいんですよ、実は。で にまあ、日,経日本の株でいうと、まあ、何千種類ってありますよね。で、大体投資できるのは投資一部ぐらいで、ですね投資を2部とか、マザーズとかジャスダックとかなると、もう薄飽きないも薄飽きないですから、あの薄飽きないで株なんか成立してないですよ、売りと買いなんかね、成立してないし。 えー、毎日のね、取引金額が数百万円とかね、薄着ないの,なので、指定グループとかがいっぱいいるんだよね、悪い人たちが。ほんで、あの、ヤフー掲示板、ヤフーファイナンスの掲示板とかね、2チャンネルとかに、個別株のね、あの、本当かよ、その情報っていうね、いや、今度こういうい開発に成功したみたいだとかね、そういう株の釣り上げとかね、株価の釣り上げ、釣り下げなんかやってですね、 えー、煽ったりするんだよねでそういう情報見なきゃいいんだけど、見ちゃうんだよね。見てしかも買っちゃったりさ、空振りしたりし,ちゃってして、大負けする人がいっぱいいます。なので株は絶対手出しちゃいけないんですよ。うん、で株はね、なんでダメかというと、仮想通貨も難しいなと思ったんですけど、レバレッジが効かないんですよ。うん、信用取引で3.3倍くらいかな。 まあ3倍ぐらいで、あの、レバレッジ効かせてね。例えば自己資金100万円を300万円まで株価変えたりするわけですよね。だから、あんまり変えないんですよ。やっぱり、500万一1000万ぐらい入れないと、やっぱり儲かんないんですよね、株ってね。じゃあ、その、まあ、1 1000通貨とかね。まあ、株の購入は、 1000株単位とか1000株とか1万株単位でしか買えないもんですから30万とか300万とか必要なんですよ。最低費用がね、最低資金が300万とかまあ30万、50万、100万、300万、500万、1000万ぐらい必要なわけですよね。そうしないとま食っていけないわけですから、1日でね上げ幅が10円、20円しかないもんですからね。 そうするとね、やっぱり逆、逆、まあ、株価が落ちたときには、一気に資金が、ね、なくなるんですよね。はい、それでやっぱり難しいですね、株っていうのは。で、しかも、あのアベノミクスのときのように、右肩上がりにずっと上がっているような相場じゃないと、儲かないですよ。うん、でずっとこれからもう上がりに上がりすぎちゃったので、これから下がっていく一方ですよ、株は。そういうい中でね あの押し目を狙って、ちょっと上が,ってる上がるところを、えー、スキャルピングって言ってね、まあ、一瞬だけ利幅を取るというのは難しいです。はい、<laughs> 株を買ってガチ押してね、もうこれからアベノミクスで右肩上がりだってね、7500円の日経平均株価がね、2万円までなるのをガチ押してればね、いい時代っていうのは終わったんですよ。だから株はね、やらない方がいいです。もう本当失敗しますから。はいそれで赤字が出てね、 損切りできればいいんですけど、損切りっていうのはね、素人できないですから、含み損ですけどね、含み損はもう損失なんですよ、ただ決済しなければ損じゃないって思い込んじゃうんだよね、でも、ずる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 持ってると、とんでもないことになって、信用取引をしてるとですね、えー、証拠金出せと、あの来週の月曜日までに証拠金入れてくださいとで、それがね、毎日毎日100万、200万って出てきちゃうわけですよ。 で、ついにはですね、あの、借金してまで、あの、お衣装を入れるわけですね。追加、証拠金ですね。あ <laughs> それで人生破綻すると。土地建物、先祖代々の土地建物ね、全部取られて1億、2億、3億持っていかれるたって、いう人からの相談いっぱい受けてます。なので、株は手を出しちゃいけません。で、景気上昇期は儲かるんですよ。それはそうだね。 ただ、儲かってですね、じゃあどこで利益確定するのかっていうも、ことも、あの、素人はできないですから、もっと儲かるんじゃないか、もっと儲かるんじゃないかと思っちゃうんだよね。それで、えー、ついにはね、あのー、もうこれ以上上昇しないよ、つって、加工気味になると。日本経済が下降気味になって、世界経済が下降気味になってもね、いや、これい、い、時のね、落ち込みで、また、<laughs> 上げるためのオチなんだと。ね、上げるための、 一時的な押し目なんだって思っちゃうわけですよね。それ期待をね、しちゃダメなんですよね。現実見ないと。それでどん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 落ちていってね、利益いっぱい乗ってたのに落ちていって、で、わずかな利益になっちゃって、そこであの決済すればまだ利益あるんだけど、ずっとこうやってマイナスになるわけですよ。ほんで、マイナス含み損になっちゃうと、今度決済できないですから、それで最後には強制ロスカットになるということですね。 でこれはね、信用取引みんなやっちゃうんだけどね、やんない方がいいですよ。で、現物取引だとね、初期費用 <laughs> がね、いっぱい必要なんだよ。ね。そりゃそうですよね、現物だから。だからね、失うときは全財産を失うわけですよ。1000万とか2000万入れないと儲かんないから。だから株は絶対いっちゃだめです。で、景気が原則、まあ、下降期のときは損しますよね。そりゃそうだよね。株なんだから。 はい。それで初期費用30万以上必要。まあ30万で食っていけないんですけどね。まあ最低でもやっぱり300万から必要かな。あとね、難しさはね、銘柄選定難しいですね。もうほとんど大企業しかやっちゃダメですよ。大企業の中でも大企業。えっと、トヨタとかね、全日空とか、まあ銀行系ですよね。あとは東京電力。手遅れってね、こ危ねえか、今。 えー、大企業の中の大企業。東証一部でもちっちゃい会社いっぱいあるから、ちっちゃい会社いっぱいあってね、そういうとこはやっちゃダメだし、あの、そういえば僕ね、今思い出しましたけど、三菱商事辞めたのが29歳で、30歳ぐらいだったかな、2000年に辞めて独立したが2001年にですね、独立してまだ30歳ぐらいの時かな、 えー、日,照日照祝いってまだあったんでね、今、双日になってるけど、日照祝いって総合商社の人と会ったんだ、おじいちゃんとね、58歳ぐらいだったかな。で、その人はね、情報、あの、若い頃はね、若い頃ってまあ50歳ぐらいだったんだけど、情報システム部のですね、事業部長だったらしいですよ。 うん、でも僕があったときは、もう人事部付けのですね、もうちっちゃい、主役者みんな顔してた清、清和なおじいさんでした。え58人しては、老けて見えるなと。70歳ぐらいに見えたんですよ。で、まあ、誰かの紹介で会ったんだけども、いや、どうしたんですかと聞いたらね、まあ、会社で不祥事働いてね、まあ、会社で不祥事というか、個人的な不祥事働いてしまってね、 えー、もうすべての役職を取られてしまって人事ぶつけになっちゃったと、うん。で、今月70万ぐらいもらって定年待ってるよと。で、どうしたんですかって聞いたらね、<coughs> まあ、50歳ぐらいまではね、え <coughs> まあ、日商祝いって言ったら大企業だったんだけどね、えーまあ、総合商社で人気ある会社でしたよ、日商祝いってね、三菱商事までは行かないけど、丸、ま、紅、あ、ぐらいですかね。 人気ある会社だったんだけど、えっ、ー、と、50歳ぐらいになってね、やっぱり年収も1500万とか2000万ぐらいあるんですよ。2000万はあるかな事業部長ですからね。2000万か3000万ぐらいあったんだけど、あの、やっぱりね、いい話が舞い込んでくるんだよね。うさんくさい話が。でね、東証一部のね、おっきな会社、誰もが知ってる大企業のね、社長と副社長をね、引き合わされたんだって。まあなんか変な、 まあ変なブローカーみたいな、なんかヤクザのチンピラみたいなね、ブローカーみたいなのいっぱいあるんですよ、日本、東京には。ほんで、赤坂の料亭で会って、いや、実はね、あの、今度、新商品を発表するので株価上がりますよ、と。ね、社長、副社長が言ってね、買いませんか、と。それで、まあ、こういう例はね、あの、インサイダー取引になっちゃうから、あの、社長と副社長が持ってる株、 の一部を分けますよと。これだったらインサイダーにならないからって話よね。本当かどうかわかんないけど。その日常祝いのその事業部長、情報産業の事業部長がね、騙されちゃってね、その、なんかいかがわしいブラックなブローカーに騙す、とね、一緒に騙されたんです。あと社長、副社長とね。それ本物の東証一部上場の大企業の社長、副社長だったらしいですよ。で、騙されて、えー、 退職金を前借りしたのかな、会社で。それで5000万ぐらいぶっ込んだんですよね。はい。あの、自分、家の貯蓄とですね、家の貯蓄が多分2000万ぐらいと、会社の退職金の前借り3000万で、5000万をぶっ込んだんですよ。あのぶっ込んだっていうか、まあ、<laughs> 社長、副社長のですね、口座に振り込んだんですよね、5000万を。そうしたらですね、<laughs> で、まあ株早く送ってくださいってね言ったんですよね。そしたらね、なんとなんと、なんと、なんと3ヶ月後にね、その一部上場企業、倒産したらしいです。そういうことやるんだよね。倒産も分かってるんですよ。倒産分かってるから、社長、副社長はね、あの、こっそりね、陰で動いてね、えー、みみっちいですね、お金集めに翻弄するんだよね。多分それはね、 その会社がね、えー、と銀行から東証、まあ、一部上場のね、副社長、副社長の会社なんですけど、東証一部上場の会社であろうともね、銀行って金貸さないですよ、もう潰れそうになるとね、もう知らねえと、倒産しろって言われるんですよ、で地方銀行とか信託銀行も貸さないですよ、もう金融業界で有名になっちゃってるから、しょうがないから、あのー、あっち系の金を借りるんですよね、闇金の金を借りるんですよ。 で、闇金の金返せなくなると、それブロガーが来てですね、変ない、ろんな知恵を出してですね、まあ人騙してまでちょっと返せと、人騙してまで集めろと。それで、あの、銀行とかね、地方銀行の金はあの倒産して、えー、あいつら保険入ってるからね、回収できなくなってもいいけど、こっちの闇金の金はね、回収できないと、まあ、大変なことになるということで、 ブローカーがね、近寄ってきてね、社長、副社長にね、お前ら大変なことになるぞと、マグロ漁船に乗せるぞみたいなこと言ってね、脅すんですよね。それで、いろんな人をね、騙してですね <laughs>、お金をね、持って行って、それで、その日商祝いのね、元情報システム部の事業部長さんもね、5000万騙されちゃってね、帰ってこねえと。 いうことでねそれでそれが会社にばれちゃってね、その今、違法取引みたいな感じかな。まあ、結局、インサイダー取引で、まあ、執行猶予ついたのかな。それで会社、まあ、クビにならなかったみたいだけど、人事ぶつけになっちゃったということですね。ま、う、あ、ん、ひどい話がありました。で株はね本当手出さない方が多いです。 で、まあ、株やるんだったら、その上場株だけで、未公開株の話なんかいっぱいあるでしょ。なんかベンチャー企業で今度上場するから買わないかって。まあ、それ全部嘘ですから。<laughs> 全部って怒られちゃうけど、まあ嘘だよね。だって儲かる話だったら、あの、人に話、赤の他人に話し、儲かりますからお金出しませんか買いませんかて言うわけないじゃん。自分で買うじゃん、全部。うん、借金してまで買い占めるじゃん、ほんと儲かるんだったら。 他人に言わないですよね。まあ、言ったとしても、家族か親族ぐらいですよね。だから、あの全部嘘です。もう株はもう絶対やんない方がいいです。はい。でね、あの、本当お嬢さんがね、結婚式間近なんだけど、まあ、自己破産してたんですよね。その情報し、あの、伊藤忠、あちゃちゃちゃ、日照祝いのおじさんね。まあ、そういう話を聞いてね。あとね、他にも僕はね、経営コンサルタントですから、 まあ、ベンチャー企業の経営コンサルティング毎日行ってね、それで株式上場させたりっていう何度もあるんですよ。あとはもうすでに、えー、ジャスザックとかね、マザーズの会社で、えー、経営コンサルティングやって、東証2部に行って東証1部になったという、あのー、ことをね、ずっとやってきたんですよね。でね、やっぱりね、あのー、株は恐ろしいですね。えーあのー、僕がう色、例えばこの話はね、 あのまあ、上場してない会社でしたね、ただ、右肩上がりですごかったんですよね、IT バブルに乗って、ですね右肩、売り上げも右肩上がりで、社員も毎,毎年何百人も採用して、ですね営業所もたくさん作ったんですよね、日本全国ね、それでうまくジャスダックに上場したんですよ、そしてあの設立当初からいた人っていうのは、部長とか課長になってるから、 その人たちにストックオプションを渡してたんだよね。で、みんなね、えー、まあ、部長だったら5億円ぐらいかな。課長だったら2億円ぐらいになったんですよ。で、みんなね、会社いるときにね、もう仕事しない仕事しない。みんな貯金通帳見てね、えー、ニタ似たーっとしてんだよね。で、これどうしたんですかって見るとね、5億円とか書いたとき。似たーっとして仕事しなくなっちゃって。 あのまあ、部下の人たちはねストックオプションもらってないから一生懸命仕事してねあの文句ばっかり言ってましたけど課長部長はね、まあ、課長だったら2億円とか1億8000万ぐらいもらってましたかね部長さんは4億5億もらっててね <laughs> たった朝から晩までやってるだけでしたそれである時ねあのまあ社員交流ということで えー、草野球でもやろうかって話になったんですよ、社長とかね、みんなでね。で、じゃあ、何月何日の土曜日に、えー、荒川の河川敷のね、えー、草野球場を予約借りとくから、みんなそこに集合ねと、朝10時ぐらいね、集合で野球やろうってなったんですよ。そしてね、あの僕も行ってみたんですよね、車でね。じゃあなんとなんと、すごいことになってましたよ。 なんとなんと、荒川の河川敷も砂まみれなんだけど、砂まみれのなところに、あっちからこっちまでね、ずらーっと、もう50代ぐらいね、ベンツ、ベンツと BMW がね、ずらーっと並んでました。おい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 、なんだよと、今日ヤクザのね、今日は、ヤクザ、ヤクザが暴力団のね、野球試合でもあんのかなと見たら、自分の会社でしたよ。自分の会社の、 課長部長たちが、あの、2億とか5億入ったでしょそれでベンツ買ってたんだよね。ベンツとか BMW 買ってたんですよ。それがそれで来たもんだから <coughs>、あ、びっくりしましたね。ただね、そういう、一っときはいいんだけれども、やっぱり、そういうお金持ってる人がたくさんいるってことでね、やっぱり、いかがわしい人たちが目つけてね、従業員名簿手に入れてね、 一人一人電話かけてね、いやー、儲かる話ありますよって言ってね、例えば、海外の、えー、ファンドに投資しませんか ?2 倍になりますよ、3倍になりますよとかね、まあ、そういう話に持ちかけてくるわけですよ。そんな、そんないい話あるわけないじゃない。そんな、そんないい話あったら、お前が投資すればいいじゃんって話だけど、浮かれてんですよね、もうね。頭の中ボーッとあって、まあ、夢心地なんですよね。 それでね、ほとんどのその部長課長がね、ストックオプションで手にしたお金っていうのはね、みんなね、いかがわしい人たちに持ってかれちゃいましたよ。<laughs> 持ってかれってね、すっからかんなってね、まあ、一部の人は借金も抱えて、まあ、自己破産はしてないけど、まあ、大変な目に遭ってましたね。なので株はやんない方がいいです。<laughs> 株は、株はやんないがいいです。本当に。本当にやんない方がいい。で、危険度としてはね、お衣装が発生するんですよね。 はい、で急に株価が動いてドーンと下落した時には、えー、自分でね <laughs> ロスカットポイントを置いててもねそれをね、えー、クリアしてしまってねドーンと下げるんですよ。そういう時システムが追いつかなくて、えー、と損が発生する。自分が証拠金、まあ、信用取引でやってる場合にはお衣装が発生するんですね。ね信用取引やってないんで現物でやってる場合にはお衣装が発生しないですよ。はい、3倍 3.3倍だったかな、信用取引。そうすると、お衣装が発生してしまって、追加で入金してくださいとなって。それがやっぱりね、やっぱり500万、1000万、3000万、5000万、1億っていくわけですよ。で、そんなの払えないじゃないですか。そんなの払えないんですよ。払えないけど、払わないといけない金融の法律になってるわけだよね。だから払わないと自己破産。で、自己破産した人いっぱいいますからね、株でね。やんなきゃ。 やんなきゃ損しないですから。株は絶対手で出しちゃダメとで。仮想通貨なんですが、これ私もね、仮想通貨目を打ってやってるんですが、えー、やっぱり <laughs> 仮想通貨の景気上昇期は儲かるんですよ。ただ、そう、あの、今、加工、景気加工期ですよね、仮想通貨のね。相場加工期なんで、やっぱ儲かんない。損をするだけです。 で今、ちょっと上がってますけど、また下がるっていう話もあるからね。わかんないんですよ。いつになったら上がるのかわかんない。もう相場次第なんで、株と、ね、仮想通貨は。基本的に買いしかできなくて、えー、あの海外とかね、国内口座、例えばビットフライヤーのビット,ビットコイン FX さんがあるんですけど、<coughs> レバレッジもね、15倍から4倍に規制されてしまいましたし、あとはアルトコイン、ビットコイン以外のいくつかの仮想通貨だったら、MM FX、DMMFX、DMM ビットコインでね、 FX できるんですけど、いや難しいですね。で、ビット、特にね、<laughs> ビットフライヤーのほらビットコイン FX はね、大損してる人いっぱいいます。あの、為替 FX のドル円 FX でね、毎,毎年2、3000万稼いでた、えー、人たちもね、やっぱりビットコイン FX で3000万失ったとかね、結構いるんですよ。で、仮想通貨の FX はやらない方がいいですね。で、現物でやったとしてもね、 うんやっぱ儲かんないですね上。上がんないから、とにかく。あとは、その、草コイン投資もですね、銘柄選定が非常に難しくてね、2000種類以上あるのでね、難しいです。あと、海外口座とかは手出すとね、一部の海外口座はまだ信用があっていいんだけど、やっぱり平気で、いつの間にかジョコインがね、自分で買ったコインが上場廃止になってたり、<laughs> おい、全部なくなってんじゃんかよ、よどうしたんだよと。 連絡もなしにね。あとは、平気で漏えいしたり、えー、サーバーメンテナンスでね、あの3日間、4日間、ログインできなかったり、なんでもありの世界ですから、うん、ちょっと、まあ、この1年ずっとやってきましたけど、草恋についてはね。どうなのかなと。で、レバレッジも難しい。<laughs> まあ、ほとんど <laughs> 仮想通貨 FX はやんできないし、やんない方がいいですね。海外でできるとこもあるんだけど、 まあ、システムが貧弱ですねし、MT4 なんか使えないしね。はい。あのー、差し値なんかいらんないし、IFO とか、あ OCO とかないからね。それ概念がないから、難しいかなと思ってます。あと、危険のマックスっていうことでコインを盗まれると。で、海外口座についても、あのー、えー、保証なんかされないですからね。国内口座は金融庁が監督してるんで、保証しますけど、 だ海外口座はコイン盗まれたら終わりですからね。で、しかも英語とか中国語とかで対応しなくちゃいけなくて、まあ、返事返ってこない時多いんで、もう,しもう泣き寝入りですねだ。ちょっとね、システムも中途半端ですし、法整備もなってないと。はい。あの、投資家保護な、投資家保護っていう発想が全くないですよ。仮想通貨はね。で、まあやっても5万ぐらいかな。で、けかなり儲かんないですね。 1>, 1年間やってきましたけど、まあ、その前、2年ぐらいやってきましたけど、うーん、やっぱり相場次第なんですよね。相場上がれば儲かりますけど、じゃあいつ上がるのって言ったら分かんないですね。でこれから世界経済が鈍化してくるんでね。鈍化したら上がるのかって話もあるんだけど、難しいです。分かんないかな。株はもうこれ以上上がる可能性がちょっと薄いんですよ。上がってんじゃんと思うけども、上がったら下がるんですよね。基本的にはレンジですから、大きな中でのね。 日経平均7500円から24000円の間のレンジですからね上行ってますよねもう頂点ねだから下がる一方かなと思いますちょっとお待ちください動いてるかなはい動いてますね はい、すみませんえー、っとね最後に為替なんだけれどもこれ FX いいですよで景気がね上昇期でも儲かるし下降期でも儲かるんですよでこれは買いで入っても売りで入ってもどっちでも同じなんですよ基本は株と、ね、仮想通貨は基本はね買いでしか入れないですからで売る空売りするには信用取引口座を開設する必要があってね非常にこうリスクが青天井になるんでね危険が増します FX はね、どっちでもいいよって、最初からどっちでもいいよっていう設計になってるんでね、はリスクは少ないです。で、初期費用は1万円からできるね。まあ、仮想通貨もね、本当にね、儲けようと思ったらね、やっぱり100、まあ、本当に食べていこうと思ったら100万、200万は必要だよね。500万ぐらい必要かな。株も500万、1000万必要ですよね。食べていくならね。FX はね、1万円からで十分ですよ。はい。で、 難しさはドル円だけやればよいので、まあ通貨いっぱいあるからね。通貨いっぱいあるので、通貨ペアがいっぱいあるんでね、ポンドとかさ、あの、イギリスポンドなんて大体誰も買わないかな。<laughs> イギリスポンドなんて信用ないから、あの、実用的にね、世界の貿易で決済、決済通貨として使われてるかってったらさ使われてないから。一切ね、ドルと日本円ぐらいだから使われてんのは。 だからあの、ポンドなんか誰も買ってないわけですよね。だから予約注文入ってないから、ちょっとでも動くと、ずる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 って無限に動いちゃうわけだよね。だから、それでねあの、一気にね、100ピップス、200ピップスってね、動くんで、それでね、えー、一晩で全財産を失うという羽目になるので、えー、非常にね、気をつけた方がいいですよ。だから、あのどの通貨を扱うかしたら、ドル円だけ扱っておけば、 ほぼほぼ問題ないかなと思うんですよね。はい。で、レバレッジはね、えー、レバレッジはた,あたくさんかけられればかけ,かけられた方がいいです。少ない資金でできますからね。うん。で、日本はね、金融庁が25倍に制限しちゃったんですよね。で、そうすると自己資金がすごくたくさん必要なんですよ。 はい、だから多分50万、100万ぐらい必要かな。50万ぐらい必要かな。その、食べていくんならね。食べていくんなら多分人、1日、えー、2万、3万、1万、2万、2万、3万か。必要だったら、やっぱり自己資金100万から200万、200万ぐらい必要かな。はい。レバレチ25倍制限があるんでね。日本の口座はね。しかも、お衣装があるんですよ。国内口座って、FX。 追いうっていうのは前も言いましたけども、も急に上がる FX の場合は、ね、上も下もあるから、急にドーンと上がったり、急にドーンと下がったりすると、自分で、ね、ロスカットを設定してても飛び越えるんですよ。飛び越えて、飛び越えて、飛び越えた値で追い章が発生するので、まあ、とんでもないあの何百万、何千万ってなる可能性もあるんだよねで国内口座はややっぱやっぱちゃダメだよね。 で海外口座はね、おいしようがないんですよ。これ素晴らしいよね。だから、あの、何十万、何百万、何千万っていうマイナスになったとしても、それチャラになるんですよ。0円になるんですよだ。だからリスクがないんだよね。リスクがないし、だからおすすめなんです。しかも、まあ最大3000倍ぐらいあるんですよね。まあ、国内でもあったんだけど、2007年とか2006年ぐらいは。でそのあの、25倍に規制されたんですよね。 なぜ、まあ、かというと、あまりにも儲けすぎてね、働かない人が増えちゃったからね、帰省したんですよね。まあ、本当は、まあえー、FX でお金を失う人が多くなったからって、それはね、あの多分違うと思うんですよ。すまあ、たった1万円でも3000万円取引できるからね、3000 3000倍だと。でまあ、僕は海外の XM、まあ、これからお話し,しますけどね、海外の、これは国内口座と海外口座の FX、どう違うのかと。 で、海外講座はいっぱいあるの。XM とかタイタンとかね、アキシュリーとかね、i e x ランドとかいっぱいあるんですけど、で、どう違うのかって話しますが、まあ、初心者から上級者までおすすめなのが XM なんですよね。やっぱりどう考えてもね。その話はしますが、おいおいね。え、ここではね、ちょっと、 この話ですが、まあ、XM は888倍まで使います。でも実際問題は80倍から70倍ぐらいでやってますね。100倍以内ですね。や,やってても十分です。1万円あればまあ70万から80万円買えるんでね。はい、それでやれば十分にですね、あの福利で増えていきますから、まあ、1年半で1億円、まあ、1万円が1億円、まあ、実際問題5万円までは2倍になるからね。 <coughs> 入金額の2倍になるから。1万円だと2万円。最初に3000ついてるから2万3000。2万3000スタートで1年半で1億円っていうのは全然夢。全然夢じゃないですよ。で、最初はやっぱり10万、20万あれば、まあ 1, 1年ぐらいで1億円ぐらいになるかな。それは計算で求めるですけど、で、結局ね、やっぱり上でも下でもいいので上昇、景気上昇期でも下降期でも儲かるんですよ、どっちでもね。 これからはまあ世界大戦が始まるとかね、日本の景気がバブル崩壊でドーンと落ちても、えー、ショートポジションを入れてれば大儲けですよ。だから世の中ね、リストラリストラとかね、派遣切りとか言ってね、えー、景気が悪くなって大変だ大変だって、ご近所のね、奥さんたちが大変だどうしようって言ってる中でも、悠々自適に便使ってね、海外旅行行けるわけなんだよね。これが不思議なマジックの FX、為替 FX。 なんですよそういう人いっぱいでしょ、なんでこのバブル崩壊してね、景気が悪いって言ってるのに、海外旅行ばっかり行ってるご夫婦、いたでしょ、皆さんの周りにも、そういう人多分 FX やってたと思います、株はだめだから、どんどん下がっていっちゃうから、空売りしなければね、仮想通貨はやっぱ難しいですね、うん、ちょっと刑務所投資法で2、3年、ね、眠らせるしかないですね、睡眠投資法ですね。 はい。ということでね、FX の魅力をつたが伝わったでしょうか。で、初期費用1万円からでいいです。で、追い証がないのが、あの、最大のリスクヘッジになりますよ。お,おすすめできます。あの、株とか仮想通貨は、仮想通貨も追い証があるんでね、これもね、FX やっちゃうと。で、株は、もういろいろ話したけど、やんない方がいいですよ。本当に。本当に、なもう手をつけちゃダメです。株にちょっとでも興味があると、 いろんないかがわしい人たちが近寄ってくるから、うん、今度こういうベンチャー企業がね、上場するから未公開株買いませんかなんて、そんなうまい話あるわけないんだから、世の中。うん、絶対に株興味あるなんて誰かで話したら、いろんな人が近寄ってくるからね <laughs> で。FX はね、ドル円だけでね、1日の取引が200兆円あるんですよ。で、全通貨合わせると500兆円あるんですよ。 500兆円もあると、いかがわしい人間、近寄ってこないですから、はいまあ、ちょっとした、ね、あの100億、200億ぐらい持ってる人でも、相場動かせないですからちょ、1ミリも動かせないですから、はい、やっぱり何千億、何兆円持ってるヘッジファンドとか、年金機構、国のね、各国の年金機構じゃないと、ロうソク足し、動かないですから、だから、いかがわしい人が、こう、FX、為替相場には来ないんですよ。 来ないですなぜかというと、あのー、なんていうかな、裏がないんですよね。株みたいに未上場株とかないから、為替にはないから、そんなのが。もうドル円ならドル円で、あのなんか通貨ペアで上場してない通貨ペアあるのかってないから、そんなの。はいだから、変な人は一切いないです。もう本当にクリアで、気持ちのいい人たちしかいないので、為替 FX、ドル、特にドル円だけでやってた方がいいですよ。ドル円 FX は本当におすすめです。 はい、といととうことで今回は株、為替 FX、仮想通貨の違いをお話しいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。